武志祠の画像石に描かれた皇帝武士祠、または、武志母軍石国は、中国の高校遺跡の一つ。山東省、西寧市、歌唱県死亡陳部敵山村にある、五冠の豪族武士を祀った、墓地建造物群の総称。歌唱武士母軍石国の名で、全国重点文物保護単位に登録されている。墓地の壁面に、画像石、すなわち、中国神話や、 歴史物語を描いた壁画、レリーフが刻まれている。その画像石の写しが広く流通しており、視覚資料や肖像画として様々な文脈で参照される。武士一族は陰王、武帝の末裔とされ、五冠には人情剣の地方豪族として知られた。武士誇の建造時期は五冠末期の官邸時期の西暦147年から、 霊帝時期の168年頃と推定される。武志祠の画像石については、宋代の金石学者たちが、すでに言及している。画像石は、もともとは墓に併設されていた石室の壁画だったが、宋代以降、河川の氾濫によって石室が埋没してしまった。それを新大中期の金石学者の子を収むが、発掘して、新たにレンガ作りの指導を立てて、そこに保管した。 20世紀以降、考古学者や美術史学者によって、調査、整理、追加発掘が進められた。1961年には、第一次全国重点文物保護単位に登録された。21世紀現在、武士保護があった場所に、武士母群石刻博,博物館が設立されており、建造物群はそこに収蔵されている。建造物群の内訳としては、 画像石すなわち、石室の壁祠、ら、武藩祠、ら、武衛祠らのほか、墓地の入り口すなわち、および、石獅などがある。穴などには、金石文が刻まれており、武氏の人名や、建造経緯が書かれている。AB、中国画像石拓本資料歴史系総合史歴博大119項。 www.rekihaku.ac.jp 国立歴史民族博物館2020年8月9日閲覧 ABCDE 中国山東省学術調査報告部誌母軍石国博物館中国出土文献研究会2020年8月9日閲覧 ABC 日本大百科全書吉村玲 たけしほこらからことバンク。ありがとうございます。